青コーナー挑戦者173センチ、64.9キログラム、ケオンジム三軒茶屋シルバーウルフ平山ジン。今反逆の時、ベルトを掴み取るか平山ジン。赤コーナー173センチ、65.0キログラム、ケオンジム相模王クレストクラッシュスーパーライト級王者佐々木大蔵。今宵も防衛ロードは盤石なのか。第8代王者佐々木大蔵クラッシュ125。5月30日 K1 の日、その大取りの試合、今日のメインイベントです。佐々木大蔵 VS 平山仁。放送席をご紹介しましょう。石川直樹さん、そしてスーパーフェザー級のチャンピオンレオナ・ペタス選手、そして大倉志門さんです。お三方、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ石川さん、はい、大注目です。いや佐々木氏も今更ですけども、どんどん一戦ごとに、風格出てきて、はい、レオナ選手、まず何に注目しますか？そうですね、どっちがこう距離感を取るのかっていう、試合運ぶのかっていうのを楽しみにします、今最初ちょっと遠いですかね？そうですね、今ちょっと遠いなって感じるんで、今取り合ってんなって感じがしますね。中に入るか、それともその遠いところから制していくか。いや、大倉さん、これ本当にこのタイトルマッチっていうのは雰囲気が変わりますよね。いや、変わりますね。でもうお客さんの雰囲気もそうですし、なんかこの会場がまたなんか空気感が本当にガラッと変わって、これぞタイトルマッチっていう空気感になりましたね。それを作り上げるのがチャンピオンであり、チャレンジャーであり、そして会場に詰めかけているお客さん、一体となってこの雰囲気を作っていきます。さあこの序盤、いや石川さん、コンタクトほとんどありませんね。はい、いや、レオナ選手が言った通りですね、まさに取り合ってるんですよ。右ストレート。いや、やられた分やり返しましたね。はい、お互い前手だったりとかボディーワーク一つで距離感プレッシャー一気に変えれますからね。だから丁寧にですね、はい、レオナ選手、これ両者左得意ですね。そうですね、あと佐々木選手が足でこうフェイントかけてますね。なるほど、はい、足で距離感取ってフェイントかけてやってますね。それ蹴りのフェイントですか、動きのフェイントですか？動きのフェイントやってますね。そういったところもこの平山対応していかなければいけない。さあ距離が徐々に近づいてきたか、蹴りを放っていったのはチャンピオン、ローキックは平山です。石川さんが語っていたのはこの平山のローキックの対策というところを一つ言ってましたね。そうですね、はい、前回の深い戦ですよね、パンチ有効に当ててはいたんですけど、ローキックでちょっと、ダメージは負っていたので、はい、でもそこもしっかりこのフットワークをすることで上位に佐々木にローキックを切らせないというふうに対策してるんだなというふうに見えますね。佐々木は今日サウスポーを見せてますね。石川さん、本当に無限の、はい、戦術を用意してますよね、選手は。そこまでこのサウスポーというのを見せていたわけではありません。今スイッチしてそのオーソドックに戻しています。赤のグローブがチャンピオン、青のグローブチャレンジャー平山です。大倉さん、どうですかこの2人の戦いは。いや、なんかこのじりじりお互いを探り合ってる時間っていうんですか、俺これ嫌いじゃないです。やっぱりこれも楽しまなきゃね、はい、というところになってきますよね。このフェイント、このお互いが探りながらっていうのがすごい。レオナ選手、こういう時は選手はこう何をこう考えて、あるいは探しているんでしょうか。そうですね、相手の動きとか相手の癖をちょっとこう見てね、でフェイントかけて、これにはこれをこういうふうに反応するから、じゃあこうしようみたいな感じを多分考えてるんだと思いますね。それをしっかりと掴み切るか。この第1ラウンド、コンタクトの少ない第1ラウンド、すごい。これがタイトルマッチのオープニングラウンドです。いや、これまさにですね、今隣にいるレオナ選手の試合を思い出したんですよね。試合に大きな動きがなくても緊迫感があるというのはこのレオナ選手のプレッシャーなんですね。前手で相手にプレッシャーを与えながら一気に動かすっていう、そういうのが見てる側にも伝わってくるのが、こういう一流の選手の醸し出す試合の展開なんですけど、それが今この試合、両者平山選手、佐々木選手駆け引きをしながらっていう1ラウンドの3分間でしたね。
この目立ったヒットといいますと本当にこのリプレイのシーンぐらいでした。それくらいこの両者、はい、距離をしっかりと取りながらの展開、様子を見合っているというところ。 K1 のスーパーライト級、この階級のチャンピオン山崎秀明、 K1 ジム相模大のクレストの面々が佐々木大蔵にアドバイスを送りました。そしてこちら K1 ジム三軒茶屋シルバーウルフ大宮寺代表が今言葉を平山にかけていました。さあ第2ラウンドどう動いてくるかです。いやレオン選手どうきますかね。ですね、この動かない状態だと1ラウンドと一緒でどっちもポイントつかないままになっちゃうんで、まあ、あの挑戦者として平山選手が動きを出す方が面白いんじゃないかなと思いますね。じりじりと詰めるのはこれ佐々木ですかね。佐々木選手の足のステップがちょっと種類が変わりましたね。はい、後ろ足が大きく回るようになりましたね。ゴーワンフル一発あればというところです。平山あの一撃を食らえばいくら佐々木といえどという一撃を持っています。もう2段の蹴りです。そしてハイキックまでローキックは平山。大倉さんちょっとリズム変わりますね。いや変わりましたね。まあ、あの一つ前の試合がコウキス選手と黒田選手のあの手数の多い試合を見た後だったんでちょっとっては思ってましたが、やっぱ第2ラウンドでさっきよりは手数増えましたね。そうですね。ですからこの一つもうそれでダウンというところも生まれてくるかもしれません。右ストレートから今度は右のミドル、さあ今度は左のミドルだ。佐々木大蔵が語っているのは脱安定感。石川さんこれはどういう意図を感じますか。そうですね、そうですよね。おそらくですけど、あの佐々木選手ミソルト、はい、強引に試合をするとかそういう性格ではないとは思うんですけど、はい、そこでもうちょいなんかお客さんを盛り上げるっていうようなところを多分意識したいんじゃないですかね。なるほど、はい、今日それを見せてくるか佐々木大蔵、はい、十分ね佐々木選手のレベルの高い技術の高い試合で十分お客さん盛り上がるんですけど、多分王者としてもうワンランク上の盛り方を作りたいっていうのが脱安定というところなんじゃないですかね。レオの選手チャンピオンとしてそういうのは意識することありますか。そうですね、まあ、自分もあの試合を作りたいなって自分で流れを作りたいなと思うようになったんで、おっていうことは、まあ、自分から行かないと自分から仕掛けて相手に来させて前蹴り、はい、そこでまた自分でカウンター取るとかしないと盛り上がらないんで、うん、それが左ミドルした方がいいですかね。なるほど、そのやっぱり自分で行くというのは当然リスクもある、だけれどもそのリスクに対してさらにそれを乗り越えるようなその王者の姿というのを見せられるか。あーっとどうだどうだ、右ストレート上がったぞ。石川さんどうですか。はい、今のところこの2ラウンド終盤までですね、佐々木選手は一発ももらってないんです、うん、はい、で佐々木選手は逆にあの手数は少ないんですけど的確に嫌な攻撃を当ててますね。平山話出てますかね、もう、はい、本当に手数は少ないので的確な一発一発を出してますね佐々木選手は。前蹴りこれもです。今のもそうですね、はい、何気なく出す攻撃が結構クリーンヒットじゃないんですけど嫌なタイミングで当たってますね。いやこれが王者の力か。平山が徐々に徐々にこの佐々木に飲み込まれていくのか。第2ラウンド終了。いや大倉さん恐ろしい力です佐々木大蔵。いや恐ろしいですね。もらってない、今そうですね、一発ももらってませんっていう声を聞いた瞬間、うわほんまやって改めて気づかされた感じ、それが王者の恐ろしさというか凄さというか。そうですね、あの平山選手はもちろん倒すつもりで攻撃を出したいんですけど、あの不用に出したらやられるっていう緊迫感があるんですよね、うん、佐々木選手はそのカウンターを狙うとかじゃなくて全て反応して全部攻撃が出るのでパンチも蹴りも、そこがあのこの2人の目に見えない駆け引きの中で行われてるんですよね。レオン選手なぜ佐々木はもらわないんですか。そうですね、その佐々木選手も脱安定感って言ってるんですけど安定感があるんですよ。その自分で脱安定感って言ってしまったんで3ラウンド目は倒しに行かないといけないんじゃないかなって。これが同じチャンピオンからの言葉です。スーパーフェザーのレオノ選手の言葉。さあスーパーライトのチャンピオン佐々木大蔵は見せられるか、それともチャレンジャー平山その反逆の剛腕で奪い取ることができるか。石川さん平山は何が大事ですか、はい、平山選手はもう行った方がいいですね。行くしかない、はい、でも最初も出てきましたよ。おー来た来た来た、はい、
見せることはできるか。お互い 1,2 ラウンドのリズムから変えていくことで、あの自分のペースを作ることができますね。はい、お互いのゆっくりのリズムには慣れてきたので、はい、ここから慣れないハイスピードになることによって試合は大きく変わると思います。ローも散らしてくるのは佐々木大蔵。さあ平山行きたい。この蹴りを入れてくる。平山はどうやって入るのがレオナ選手いいでしょうか。そうですね、もう強引に突破した方がいいと思います、ね、強引に、はい、強引に突破しないと距離うまいんで当たらないんで、はい、強引に突破してもう3発4発でどれか一発当たったらいいラッキーみたいな感じで行った方がいいですね。もう普通に開けていくような作業はもう佐々木大蔵には通じないわけですね。そうですね、 1,2 で見て分かったように、なんでもう強引に行った方がいいです。さあそこ行けるか平山陣。当然そのリスクというのを承知でいかなければいけない。糸を縫うように、その隙を縫うように佐々木大蔵はその隙を狙っている。左、これも捉えているさ。そう、平山選手はね、あの体頭振りながら誘ってるんだけど出てきてくれないんですよ佐々木選手が。はい、はい、それで自分の攻撃が当たる時のタイミング距離で佐々木選手が細かい攻撃を出してくるので、こういう攻撃をもらわない佐々木選手の展開になってるんですよね。大倉さん、もっと平山大胆にいってもいいのかもしれないですね。そうですね、このままだともう全部佐々木選手の波にそのまま飲み込まれてるだけのような気もしますから、ちょっとぐいぐい仕掛けてほしいなっていうのはありますね。平山の方がこの佐々木を飲み込まなければいけない。それを見せられるか。左、これしっかりガード固めていく佐々木大蔵。左をブロックして左ミドル、右ストレート。さあちょっと鼻血が滴り落ちているか佐々木大蔵。これも平山見せていきたい。じっくりとこのタイミング上がっていて右ストレート。さあこれ右ストレート、平山どうだ。佐々木大蔵返す。そうですね、一発で持っていける力を持っているのが平山選手のパンチなので、はいはい、ここは最後強引にでも、そうですね、佐々木選手を攻撃に誘ってですね、打ち合いに誘って、左ミドル、もう一つ、もう一つ。あ、左ミドルの連打だ。腕を殺しに行く。腕が真っ赤に跳ね上がり、平山陣左、うん、さあどうだ。スーパーライト級のタイトルマッチ残り20秒、持っていけるか佐々木大蔵の脱安定見せたい姿がある。ですね、攻撃を盛らないところに必ずポジショニングしますね。蹴った後残り10秒、素晴らしすぎますね。平山陣がそれをこじ開けたい。左が当たった、佐々木大蔵いい左を当てた。チャレンジャーを払いのけるパンチからハイキック、ここで3分3ラウンド終了。いやー、この平山選手の顔が全てですね。今ゴングが鳴った瞬間のうわーっていう。改めてそれはどんな気持ちなんでしょうか、石川さん。まあ判定はまだですけど、やりたいことをさせてもらえなかったっていうことでしょうね。ジャッジ岡田30対29、赤佐々木30対29、ジャッジ30対28、赤佐々木チャンピオン2度目の防衛に成功。以上、判定3対0、佐々木大蔵平山真の攻撃をもらわず防衛を果たしました。これがチャンピオンのテクニック。反逆の拳は佐々木大蔵に届きませんでした。レオナ選手どう振り返りますか。そうですね、もう本当に素晴らしいですけど、やっぱまだ脱安定できてないな。やっぱ倒しきってなんぼなんで、チャンピオンはそれじゃないとクラッシュじゃないんで。ええこと言いますね。大倉さん、でもファンはその姿も見たいというところありますもんね。そうですね、やっぱり見たいですね。で、終わった瞬間のあの平山選手の悔しそうな顔、もうあれがもうちょっとやりきったあの顔を見たかったなっていうのはありますね、正直。表彰式を行います。まあそれをさせないのがこの佐々木大蔵というところ。いや、さすがやわ。どうでしょうか、石川さん、進化みたいな部分は佐々木大蔵。はい、もちろん進化はしてますけど、厳しい言い方ですけど、やっぱりあのレオナ選手が言った通りですね、脱安定っていうテーマに関して言うと、今日は
防衛は成功しました、横綱相撲で成功しました。だけどその自ら掲げるテーマに関して言うとクリアできなかったんじゃないかなっていう気はしますね。いや、かなり素晴らしい試合ですよ。素晴らしい試合です。はい、はい、あのハイレベルなことをしておきながらもう一個上に行くためにっていう意味で言うとですね、はい、本当にこのリングというのは勝利だけでもいけない、はい、アートだけでもいけない、そうです、それだけ求められているものが高いっていうことですよね。K1 そしてクラッシュのリング、当然この素晴らしいチャンピオンです。ただ本当にこの求められるもの、これはまだまだ先も、これはレオン選手どのチャンピオンもきっとそうなんでしょうね。そうですね、もうチャンピオンなんでその階級を代表しなきゃいけないんで、はい、倒してなんぼだと思うんで、倒しに行く姿、倒すが大事だと思います。レオン選手もきっとその姿これからどんどんと見せてくれることでしょう。さあ佐々木大蔵の言葉聞きましょう。皆さんこんばんは。今日一日あの K1 にお付き合いいただき本当にありがとうございました。メインのメインということで本来であれば倒す姿見せたかったんですけど、いつも通りの安全運転してしまいました。ですがそれは平山選手の圧だったりっていうのがあって僕、まあ、こういう結果になりました。本当にね、僕たちは本当に一人じゃできなくて、本当に今回の試合に臨むにあたりすごいこう格闘技をの練習終わった後になんかすごく幸せを感じていて、自分自身やっぱり本当に一人じゃ強くなれなくて、誰かがいてサポートしてくれるから本当に練習できる環境っていうか、こう格闘技を続けられてるっていうことが本当にあの身に染みて、すごくこの、試合が決まってからずっと感じながらやっていました。本当にあのグッとくる場面なんかあったんですけど、まあ、ここで涙するかなと思ったんですけどちょっとまだ出なくて、はい、家に帰ってからちょっとしみじみしたいなと思います、はいはい。本当に、まあ、今コロナ禍ですけど本当に一人じゃ生きていけないんです、ね、やっぱり人の力があって本当に人が助けてくれると思うんで、本当に一人一人思いやりを持って日々過ごしていきましょう、はい。そしてですね、まあ自分事なんですけど、息子が一番最後に、まあ、このクラッシュのタイトルマッチということであのいつもリンク上げさせてもらってるんですけど、最後に色付けを一色加えたいということだったので息子をリングに上げてもいいですか。ありがとうございます。今日は本当にありがとうございました。